今日の動画は、可愛い子が出ます。で、女子プロを目指している子なんですけど、あるところを、修正しました。したところ、やっぱこうね、インパクトの厚さがめちゃくちゃ変わりました。でもこれってやっぱアマチュアの方もすごい参考になる、レッスン動画となってますので、ぜひ最後までご覧ください。よろしくお願いします。はい、皆さんこんにちは。テゲテゴルフチャンネルの桜井です。今日は初登場、岡田ゆいかちゃんに来てもらっています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあレッスン来 てくれてるんですけど、なんか緊張するね、初めてね、可愛い子が来るとね。いやなんかあるんですか今。そう、試合がもう7月なんで、これからオンシーズンでプロテストが始まって、そっか、来週ね。なるほどなるほど、はい、福岡の西日本カントリークラブであるね、はい、なるほど。 それに向けて調整で来てもらってます、はい、なんかちょっと悩みがありますか。そうですね、うん、あのちょっとウッド系、ユーティリティウッドが、はい、ちょっとプロテストで使うことが多くて、うん、距離がちょっと長いので。あー、なるほどなるほど。それの方向性とか、はい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 、距離とか、うんうんうん、そういうの今ちょっと悩む、うん、なるほど、はい、了解しました。まあ結構ね、インスタね、人気なのでよく流れてるのを見るんですけど、はい、まあ、ちょっとこう気になるところもいくつかあって、はい、まあ、さっきちょっと何発か打ってもらって、あ、まあここはちょっと大事にしとった方がいいなっていうところがあったんで、はい、ちょっとそれを今日言っちゃいます。はい、お願いします、はい。まあね、来週試合だからそこまでね、こう、まあ、あの複雑なことは言わない方が絶対いいんで、はいはい、その観点で皆さん見てください。よろしくお願いします。お願いします、はい、じゃあ早速打っていきましょう、はい、じゃあアイアンも、アイアン調子良さそうやってね。そうですね、うん、じゃあユーティリティ、はい、いきましょう。オッケー、じゃあ打っていきましょう、はい、うん、あの今みたいに今まあ芯外してないじゃんそこまで、はい、な時に右ペラルとかあるもん。ペラもう左右両方あるよね、うん、うん、でもう一回構えてもらって、はい、やっぱそのタイプ的にテイクバックしてここからね、どっちかと煽るってより、これないやん、はい、うん、どっちかとこう上からバーンってそう感じないよね、はい、でチャップいきます。そう、ここからごめんね、触るよ。右サイドでこうさばく人っていうのはこの円がちょっとこう大きくくる人、はは、こっち側が、はい、でも俺もゆかちゃんと一緒か分かるんやけど、ここからこうやってグッて入る人っていうのはこっちの円がこうどっちかって言ったら狭くなる人、うん、どっちかって、でドカーンってぶつけていくっていう、でこれはそのもうタイプによってちょっとこういろいろあって、はい、た時にちょっとゆっくり構えて、今どちらかといったら基本的に上がってきてこう来て、ここからのこのここ、はい、体とこの手の感覚がちょっと近すぎるよね。あ、近いタイプなんやけどこれが近すぎる、でこれプレッシャーかかったらどうなるかって言ったら、もっと向こうにちょっとこう打ちに行ってしまうよね。こうなっちゃう。そう、入ってきて、そうそうそう、ここが強くなっちゃって、すげえね、こういうこういうところの角度、はい、いろんな角度が強くなった時にこれ事故りやすい。ははは。そうで、じゃあでも来週じゃんスイン、はい、試合は、はい、じゃあ ここをじゃあ今からイメージさせるのかって言ったら、やっぱちょっと違うところでやっぱイメージさせた方が良くて、で、はい、もう一回構えて、これはね、構えに大変あれがあります。そう、ゆいかちゃんはどっちかって言ったら構えて、はい、ここ腰がめちゃくちゃ反る癖があるの、はい、ここが、はい、でお尻ガッて出しすぎちゃってここ反る癖がある。まあこれはいけないけど、うん、やっぱこれアマチュアの人もそうなんやけど、めっちゃ反ってしまうよね、はい、でここの状態でもういろんなところに角度がつきすぎてるよ、あ、構えた瞬間に、はい、でこうしたらハンドダウンにもなりやすい。そうするとちょっと借りていい、はい、ちょっと見とって、こう来た時にお尻バッて出して反ってるよね、はい、でそうなるとここも強くなる、はい、さ、全てのこういう膝の角度、腰のこういう反り具合の角度、ここの左手首とシャフトの関係性の角度、全てこう最初から強くなってる状態で打ってしまって打ち始めてるから、これをちょっと直した方がいい。うん、で打つ瞬間に、あ、上げる瞬間にどっちかって言ったらこうやって一回沈んでしまうよね、はい、
この時にもまた違う角度がつくから、はい、ガンって来すぎてしまうからもう一回構えて、はい、ここをちょっと1週間あれば治るから構えて、はい、もう自分の中で猫背でいい。自分の中で猫背。ああ、そう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 。そうすると距離感とかもちょっと変わってくるけど、それ猫背。オッケー。いいよいいよいいよ。ちょっとこうだらーってしてるから、オッケー。もう一回。オッケーオッケーオッケー。そしてそれで何発持ってちょっと。でこれは最初感覚、球の位置とか目線の感覚が違うからもちろん当たらないけど、はい、もう一回構えて。でこれ後で YouTube 見たら全然そんな感じに見えんから。あ、そうなんですか。うん、それ後でチェックして、分かりました。明日か明後日ぐらい出すからもうこれ。分かりました。これそっ、あ、オッケー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 。こうしない方がいいってことですか。そうっす。そこからそのままオッケー。よし。それでもう一回何回も行って。今まではグーって構えてめっちゃここ反ってで上げるときに一回こういうアクション起こして上げてしまうから。そうそうそう、これは注意しとった方がいいね。でそれ今猫背そのぐらいがいい。それぐらい。OK。そう。でもこれは実際全然猫背でもない。あ、そうなんですか。全然猫背でもない。へー。そう。でなんでこれしないといけないかって言ったら構えてこっちから取ってめっちゃ体反ってでそうでハンドダウンにして上げるときに。ちょっとダウンにグッて入って、うん、でここから上げてきた時ってこれって遠くにこうやろうとしたら多分きついはずない。きついです。きついよね、はい、だから楽なのって今の最初の上げ方からするとグッてきたらこれ楽なんよ、はい、うん、でもこれってもう体とここのヘッドの距離かテイクバックした距離より遠くから降りてくるかっつったら降りてこいね、はい、テイクバックのこのまあ、ヘッドの距離より ちっちゃいところから、うん、だから今どちらかって言ったら元々がこう強いのに、はい、うん、引っ張ってくるのにグリップエンドからそれが元々が強いくせにグッて溜め込ん押し込んでこうってくるからこれは詰まるからこのまま鋭角に入ったらもうボール滑る、はい、で詰まってどうするかって言ったら体開いたらもうこれ外から入ってもパクってもそのまま左に行ってしまうっていう傾向な。そうだからドライバーとかもさっき見たら結構ね上っ面に当たっとるよね全部。それはもうガンガン行き過ぎてるから今でこれやからプレッシャーかかったらもっと行く。あ、そう。ただこれをスイングでじゃあもう一回構えてテイクバックしてアドレスは今までの感じで大きくしましょうって言ってもこれねできんじゃん。そうそうきついよね。じゃあもう一回構えてちょっと猫背っぽくでちょっとこう突っ立つぐらいでも。あ、そう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 。これでも全然前傾あるから心配せんでも、感覚すごいけどね。めちゃくちゃ立ってるから、うん、そうそうそう。このまんまやとこう来ても楽、うん、でもこれそらしてここでグッてそうでこう来たらこうきついやんこのそうだからここだったらきつくないね、はい、うん、だからもともとがどちらかというとピュッてこう来てしまうからなのに反って、うん、ちょっと固定しすぎないんです全てを。ガチガチに固めてました。そう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 。なんかこうまあインスタ見てたらケツ出しすぎるろっていうぐらい。そうそうそう。めっちゃコメントきます。そう、これ多分癖なんよ、はい、ちっちゃい頃からので。やっぱちっちゃい頃って力ないじゃん。力ない。だからどっちかってこう反ってこういう癖が ついてしまってるよね。もう、はい、上に振り上げるって特に女性やから、うん、じゃなくてタイプ的にはもう絶対こっちの方がいいから、うん、もうちょっと自分の中じゃ猫背のもうこうここに持ってこない、はい、どっちかって言ったらちょっとこうお尻をこうだ前に出すぐらいでもいい。そうしてくる。そう、こういう感じ。そうすると今こうするとここに重心かかると思う、はい、かかるよね。それじゃあこう反ってみて。そうそう、反ったらここに次重心かかったあのきつさが来るから、はい、これは基本的にここを固めてロックしちゃうから、はい、上半身が動かなさすぎるってことはテイクバックがちっちゃくなる。そう、これはもう全く合わない。合わない。合わない、合わない。その構え自体が前傾深いのは合うんやけど前傾深くて反りすぎてるから、はあ、そう、これはめちゃくちゃきつい。だからもうずっとつま先下がりでこうやって打ってるのと一緒。そう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 。そう、だから結局全部クラブの入り方が上からすぎちゃって入射角が強すぎ る、はあ、なるほど。それはやっぱり曲がるねボールがね。そうですね。そうそうそう。
そう、オッケーオッケー、ちょっとこれぐらい、そう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 、めっちゃ立ってるな感じよね、はい、うん、オッケー、よし、いいよ、もう一回。だから最初よりかはクラムの入り方がガツンっていうよりちょっと 払うっていうか、はい、払ってないよ全然、はい、もっと払う人はもっと払うから。払ってないですか今の？払ってない、普通にしっかり言ってるから、それでも、はい、そうそう、わかりました、もう一回、はい、そうそう、わかりました、もう一回。じゃあこれゆうか、これ携帯ゆうかちゃんなんですか？あ、そうですか、あ、すいません、あ、いいですか、オッケー、もう一回で、ちょっとこれ後ろが取っとくから、はい、オッケー、ナイス、いいじゃん今の、あ、めっちゃいい今の、うん、なんかすっきりしてきたスイング自体がね、はい、でも実際今ので立ってる感じなんやけど、まあ、こんなもん、これもう十分、これいいんですか？これ全然いい、なんか、うん、この肩甲骨あたりが丸い、丸い、そう、いい、それが、それが合う、合う、そう、だからなんでかって言ったら構えてもらって、今要は どっちかっつったらこういう感じ、こういう感じってよりこういう方がいいんですかっていう質問なんやけど、はい、もう一回構えて、はい、じゃあ上がってきて打ち込んでいく人がここ反って、反ってみて、そう、こっから打ち込んでいく、こんなきついよ、いや、めっちゃきつい、いや、もう無理やん、じゃあちょっと丸めていって、そこ、そうそうそう、そっちの方が下に出力が出るから、そう、だから、そう、ここはやっぱこう、なんやろうな、いろんな多分癖、ちっちゃい時からの癖とかがあって、もともと立つ方じゃないから、はい、前傾深くする方やから、はい、そうすると深くなるからお尻っていうのがちょっと上がってしまうよね、はい、うん、でそのまんま綺麗な姿勢をっていうイメージがあったのかもわかんないけど、はい、それで反ってしまってる感じ今、そう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 、猫背にしないようにっていう意識は常に持ってた、うん、なるほど、それは俺は合わないと思う。あ、なるほど、うん、なんかどっちかって言ったらね、こっちの方がグッてこう持ってきやすいよね、はい、そっとってこう持ってこれんじゃん、持ってこれない、絶対持ってこれ、でそこで自分の動きとのまず打つ前のアドレスでミスマッチが起きてるから、それでスイングを作っていっても無理、そうそう、やっぱ自分に合ったアドレスからスイングをこう作っていったりとか、イメージをしていった方がその調子が悪くなってきた時に良くなりやすい、うん、戻りやすい、うん、もう構えがやっぱ命やから、特にもうこのレベルぐらいになるとね、はい、うんうんうん、じゃあ飛距離とかがあんまり出る方じゃないんですけど、そういうのしないとやっぱ出ないよね、やっぱね、あ、じゃあ逆なことをしてから飛距離とかも、もちろん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 、でまあそれに対してそこからスイングがどうのこうのっていうのをした方がいいけど、はい、まあ来週試合やから、はい、うん、その辺はちょっともうどけ取って、また今度でもいいし、はい、その試合余裕があるときにね、はい、まず今の構えでちょっとこうボールをまっすぐ打つ練習をした方がいいね、うん、これぐらいですか？ OK、 わー、よし、これはどんどん慣れていくから、うん、こう当たんなくてももうこんな焦る必要なくても200球ぐらい打てばすぐ、はい、すぐ慣れるから、うん、はい、もうめちゃくちゃいい、うん、普通の人はこれ、あ、タイプが別の人はここやけ、そのハンドアップやけ、まあほら堀琴音ちゃんとか、はい、うん、めっちゃ反ってこうじゃん、はい、うんうんうん、そうそう、そうそう、それはもう俺も打てる気がしない、近い、そう近いよね、だからハンドアップになる、でもハンドダウンがいいから、はい、そうそうそう、あ、でこれぐらい、そうそうそう、もうちょっと丸めてみて、オッケー、いいよ、よし、そのぐらい丸めとった方がいい、で今結構上から入れてるんやけど入射角は今ぐらい、さっきポンって一発目ちょっと打ってみてって言った時はちょガツンって行き過ぎてパクってペラっとるよね、はい、うん、あれは本当にプロテスト緊張した時にあれ出るから、はい、うん、でもガツン左もあるから、はい、まずアドレスをちゃんとした方がいい、アドレス、うんうんうん、ちょっとこっちからちょっとやって、なんか今までと全然違うから、うんうんうん、できてるのかなっていう、そう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 、めちゃくちゃいいけどね、めっちゃいい、めちゃくちゃいい、だからそのスイングから言うと、はい、ここがグッてこう引きつけやすいから、ここがちっちゃくなりやすいとこね、はい、それがテイクバックがちっちゃいともっとなるか詰まるから、こう左
味方出てくるか、そのままぶっ潰してペラってめくれるか。でもそれをスイング、じゃあちょっとこうここ詰まってるからもうちょっとここ遠くしようって言っても、今のこういうアドレスからだったら無理ってこと。そうそうそう、じゃまずアドレスをちょっと、これちょっと何発も慣れてみて。めっちゃいいや。そう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 、やっぱユーティリティとかはそうやって打っていった方がいいよね。ちょっとガツってこうライン出したいけど、はい、今のでもあの普通にいってるからガツって。いってます、ね、あ、そう、あ、合ってる、ガツって打ち方ね、はい、そうそうそう。最初はガツーンって行き過ぎちゃって、あれはボールがどこ行くかわからん。なんかアイアンみたいな感じと思って、うん、そう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 、だからアイアンはだからいいよまだ、はい、多少こう詰まって上から打ち込んだとしても、はい、クラブもこういうのより短いし、はい、そこまでこう詰まったとしても短い分こう起き上がったりしないから、まだ振り左に振り向きやすい、うん、でもやっぱアイアンも気をつけとかないとやってしまうから、うん、ちょっとさドライバー打ってみて、はい、さっきドライバー結構上っ面当たってたから、はい、あれはもう上からとここが詰まってる状況やから、うん、ドライバーもそう、これぐらい、そうね、猫背してる感じ。オッケーオッケー、よし、ナイスナイス、いいよいいよいいよ、全然違うかも。ちょっと入射角がちょっと良くなってきたね、はい、うん、最初こうやったもんね、めっちゃ高かったんですよ、うん、そうよね、うんうんうん、だから高いのが勝ち上げて高いんじゃなくて、この打点が上に当たって、これカーボンやけん、上が軽いよね、負けて上やからこれ全然飛ばんけん、そう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 、まあまあでもスイングの、理屈と理由分かった上でのアドレスをちょっとしっかりすれば、はい、うんうん、こっちの方が間に合う、来週とかには全然、まあ、アドレス変えればいいだけやけん、確かに、そう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 、理屈は頭の中で考えとって、でも理屈通りこう遠くに上げようとかではない、うん、遠くに今までよりちょっと遠くに上げられるアドレスをしましょうってこと、そう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 、全然いい、あーすごい、全然そう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 、球の高さが違う、うん、いいねいいね、もう一回、まあこれは見てみたら分かると思う、はい、OK、 よし、ナイスナイスナイス、まあ基本ドロー、基本ドロー、まあそうよね、でこのクラブももう捕まりやすいけん、まあね、あの一辺倒だったら右消せるから、はい、最初のはちょっとね、俺はもうやばくなってきて、もう右で始めたら、はい、次はもう出玉が右ドローなのに右に出せなくなってくるから、うん、そこはちょっと怖いところあるかもね、うん、こうやって入りすぎちゃって、あ、これやりすぎて、そう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 、なるほど、 OK、 よし、めっちゃいい、ナイス、ありがとうございます。音良くなったね。良くなりました。うん、なんかさっき どっから音出してんのと思ってたもん。本当にバクって上に当たりする、うん。でもやっぱここはでも気づかんところやね。はい、我々もやっぱプロとしてやってて、はい、やっぱスイングなのかなって思ってしまうんやけど、はい、実際プロとかはまた全然もう一回こう戻っていってゼロに戻っていってアドレスに結構原因が。あるから、はい、うん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 、そう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 、あのグリップとかの持つ位置とかって、うん、私結構もともとすごい長く持っちゃうタイプなんですけど、あ、なるほどなるほど、やっぱ短く持った方がグリップの長さってこと、はい、じゃあちょっとそれ次回、あ、次回、次のあれで、はい、動画でやっていいですか、はいはい、じゃあまあスイングはそういうことです、はい、スイングじゃなくてどちらかというとタイプ的にグーって溜めやすいから、そのテイクバックがちっちゃくなってたと、はい、たらもっとこう狭くなってしまうから、それは全てアドレスに原因があったってことです、はい、だけでいいと思います、はい、スイングは、はい、直しやすいです、そう、もうみんなうちの泉田プロとか秋吉プロも、はい、オフ以外とか試合期間中っていうのは意外とでも本当にこういうところだけ、そうそう、もうスイングどうのこうのとかいうのは俺はまああんまり意味がわからないから、もう戻せないから、もう緊張もあるし、はい、でもアドレスって止まってる位置だから、はい、そこだけよし、もう
ここだけ押さえとけばもう触れるって信じ込んで行った方がいい、うん、ゴルフはメンタルのスポーツってところもあるので、はいはい、なるべくこう頭の中をちょっとこうクリアにしてやっぱ試合にそう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 、はい、っていうことです、はい、ちょっとそれを試してみてください、はい、じゃあちょっと次回その今グリップちょっと言ったんで、はい、ちょっとそれをサクサクっと取っていきましょう、はい、よろしくお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。